授業も済んだし、ここ…あれ、西村？もう帰るつもり？まあな、別に部活があるわけでも、補習があるわけでもねえし、神様のおぼし飯ってやつかな。こり…何言ってんのよ、神様なんて本当は信じてないくせに。まあいいわ、ちょっと待ってて、私も…は？まあ、いいけどさ、俺に何か用でもあるのか？ないけど、別にいいじゃない、これでよしっと。ほら、準備もできたし、さっさと帰るわよ。こら、引っ張るなって。ったく、相変わらず強引。他にも、クラス委員の仕事とか。おあいにくさま、今日は研究会の活動はお休みなの。それにクラスの問題児の監督役だって立派なクラス委員の仕事でしょ。ふん、問題児か。何の由緒が正しいのよ、このにわか者。そんな嘘に騙されるわけないでしょ、お互い知らない仲じゃないんだし。おいおい、いや、誤解されやすいってのも条件の一つかもしれないな。もう、いつもそんなことばかり言って。ほら、背筋を伸ばして、たまには空でも見上げてみなさいよ。この広い空の下には、まだ見たこともない胸弾むような出会いが待ってるかもしれない。せっかくこの世に生まれたんだから、もっとこう、ドキドキするような刺激的な生き方を探さなくちゃ。刺激的なのは結構だけど、お前どこまでついてくるつもりなんだよ。お前のうちはとっくに通り過ぎてるだろうが。え、いつの間に。でもまだ話は終わって。別に終わりでいいから、お前もさっさと帰るって。じゃあな。こら、ちょっと待ちなさい。いくら刺激的って言っても、マリアみたいに落ち着かないのは考えも。やっぱり人生、平穏無事で、普通にちょい悪やってるくらいが一番だな。でも、ドキドキか。空なんか見たところで、そんな気分になるわけねえか。なんだよ、ここは。ようこそ、天使会へ。天使会？でも…よく来ましたね。なのに、どうして…誰が半裸ですか？それじゃあ水着…じゃなくて…いや、羽があるから天使…コスプレか。そうだよな、夢の中じゃあるまいし。天使ルル、はいはーい。うわっ、あいたたたたた。それにしてもこの人ち、それはこっちのセリフだろう。いきなり落ちてきや。いや、そんなことより、なんだこれ。これとは何ですか、これとは。は？だからぶつかってきたのはお前の方なんだよ。いちいち細かい男ですね。まったく、倒れたルル様のパンツ食い入るよ。やかましい。いい加減なこと言ってんじゃ。どう見たってお前は普段から丸出しなんだよ。ったく。それでそもそも何者なんだよお前らは。そこの者の名はルル、西村悪事、あなたの手助けをするナビ天使です。こいつが天使？ちょっと待て。それじゃ、ルル。はいはい。まったく、その程度のことも知らないとは。このお方こそ天使界屈指の実力者、
大天使中の大天使様ですよ。どうですか、どうしてもというのならこのルル様にひれ伏してもいいのですよ。この人が偉いのは分かった。ほぼかく、あなた、名前は西村悪。そう、その愚民を呼んだわけはですね、ズバリ魔女。まあ天使がいるくらいだし信じなく。そして西村悪事、あなたに住む町には北斗道どのような魔女がいるのか、人間にとって危険性はないのか、それを知ることは天使界だけでなく人間界にとっても急務と言えるでしょう。まさかその魔女探しってのを俺にさせようっていうのか。やだよ、めんどくせえ。どうしても引き受けてはもらえませんか。やらないか、わざわざ俺にやらせなくたって自分たちで勝手に探せばいいだろうが。残念ですがそれはできません。力の強い天使たちが動けば魔女たちに気づかれる恐れがありますので、そこであなたには。だから俺は。別に急いで答える必要はないのですよ。ゆっくり考えてもらうとしましょうか。汚ねえぞ、そんなの横暴だ。弁護士。では引き受けてくれるのですね。わかったよ。だからさっさと元の世界に返してくれ。仕方ね、適当。それでは西村悪事、サポート兼監督役のルルと共に魔女探しに励むの。こいつが監督なん。そんなもの愚民悪事に決まっているではありませんか。もし天使を騙すようなことがあれば悔い改めて。究極の善人。いい質問です。それでは説明しましょう。なんだこのおっさんは。これは32年ほど前、天使界からの指令に失敗し究極の善人にされた山。つまり失敗すればしもべも同じ運命をたどることになるというわけですよ。では山田さんの一人、究極の善人山田。日の出とともに家を後にする山田。困った人がいつでも入ってこれる。ちなみに奉仕の心を忘れない彼の財産は全て寄付してしまったの。これじゃ逆に泥棒も入りづらいだろうな。そして会社に向かう途中、毎日定刻通りに天界の神。ちょっと待てって、どうして道のど真ん中なんだよ。あ、車が危ねえ。いつまで続けて。おや、お日。今日は恒例の大天界宇宙平和振興協会日本支部の会合があるので会社を休んでの参加です。よくクビにならないもんだな。おっと、帰りに募金運動に遭遇したようですね。胸に輝く鳥の羽に注目するです。まあ鳥の羽募金くらいは。って、あれ、何度同じ場所回ってるんだよ。